はい、ともゆきです。今日は先日のスレイブミーティングについてのお話を改めて、させていただきたいと思います。はい、今日当日動画出しているんですが、まあ、近結で行けない、まあ、行けないというか行かなかったというか、でまあ席も良くないしみたいなことを言って、まあさらっと喋ってたのと、まあヘラヘラ喋ってたので、まあ人によっては、お前散々言っといてルナシーへの愛はその程度かと、お前は所詮その程度かと思った方、いらっしゃると思うんですけど、ちょっとそれに関しての言い訳ですね、というか僕の考えをちょっとお話しさせていただこうかなと思いまして、この動画を撮らさせていただいております。はい、でなんて言えばいいのかな、まあもちろんルナシーのことは大好きです、まあ大好きですっていう表現に収まらないぐらいのもうレベルの愛を持っております。はい、何よりも優先すべきことはルナシーだと僕の中で、間違いないものとして、それはもう信念に持っております。何よりも優先すべきことだと。ただ違うんですよ、ルナシーのライブに関しては本当にもう何よりも優先すべき事項です。どんなことがあってもそれを全て捨てて行くべきものだと僕は思っております。まあ僕にとってはですけど、なんですけど、もうあくまで僕にとってルナシーは音楽でありライブなんですよ。なのでトークっていうに関して言うとちょっと違うんですよね。とはいえやっぱり行ける限りはもちろんトークとかの何かイベントがあれば行きます。で、過去にあったフィルムライブも行ってました。でまあリブート前後ぐらいとかにいろいろなんかアルバムの視聴会とか、あとはワンの視聴会とかなんかだったかな、まあなんかそういうのがあったと思うんですけど、そういうのもまあ当選する限りは行きました。はい、で、さっきも言った通りあくまで僕にとってルナシーは音楽でありライブなので、であくまでなんていうのかな、あくまで僕はルナシーなんですよね。だから個人のプライベートだったりとか、なんだろうな、まあ思いに興味がないっていうのは嘘ですけど、なんだろうな、なんて言えばいいのかな、ちょっと言葉として難しいんですけど、あくまで表舞台、まあ舞台に立っているルナシーが僕にとっての全てなんですよね。なんでそのステージを降りているルナシーに関しては僕にとっては優先度はかなり低いものになってしまうんですよ。なんで僕の中で今一番優先度が高いのは、まあ、ステージ上にいるライブをしている音楽を奏でているルナシーが何よりも優先すべきことで、どんなことがあっても行きます僕は。まあツアーとかをやったりすると現実的に全部が全部行くことはまあさすがにちょっと難しいですけど、まあリブートというか、まあワンナイトからていうかフィルムライブからですね、ずっと、まあ海外公演はもちろん無理ですけど、さすがに単独公演に関してはもう本当にその頃から今まで全部行ってます。一回も逃してないです。チケットが外れて、まあ、スレーブ限定とかだったりすると一部行けてないものはありますけど、まあ、そういうどうしようもないものはの除いてですね。でツアーに関しても、まあ、かなりの出席率というか、はい、かなりの頻度で、ライブにも行っております。まあ、遠かったりツアーだったりすると一部は行けなかったりとかはありますけど、基本は行っております。はい、で、まあ、スレーブミーティングとかも基本的には行けるものは言っております。はい、でまあその音楽ステージ上の部分がまず一番最優先ですよと。でその次に僕の中で優先するべき項目としてはライブのグッズ、
なんです、はい、ライブのグッズってやっぱりその時しか買えない、まあ、後々通販をする場合とかも後から買える場合もありますけど、やっぱりその時にしか買えないものなので、まあ、その次の優先事項がライブのグッズを買うことなんですよね。で、まあ、そのトークイベントとかってなるとその次ぐらいなんですよね。3番目ぐらい、まあ、1番目が大きく上にあって、まあ、そこからかなり離れたところにグッズ販売があって、そのさらにだいぶ下の方にイベントとかトークイベントとかがある感じなので、僕の中でかなり優先度が低いものになってるんですよね。で、まあ、正直僕のメンバーのプライベートな部分には一切興味がないんですよ、はい、例えばメンバーの誕生日も結構曖昧なんですよ、まあ、リュウチが5月20日っていうのはバースデーライブ何回か行ってるんで覚えてますし、まあ、イヌランも9月29日で何回かライブ行ってるんで覚えてます。で、深夜も1月13なのはジ・エンド・オブ・ザ・ドリームの武道館公演の時に覚えて、まあ、そこからずっと覚えてます。で、ジェイは8月の何日かで、杉蔵は確か7月の頭の方だったかなっていうぐらい、散々好きだって言っておいてメンバーの誕生日覚えてないぐらいなんですよ。はい、なんでそのステージを降りているメンバーに関しては本当に興味がないっていうと語弊がありますけど、非常に興味は薄いんですよね。で、トークイベントに関しても結構僕の中ではそっち寄りな話になっちゃうんで、うん、あまり関心は薄いんですよね、はい、っていうものなの で、それもあった上で、まあ、今回金欠だったりとか、あとはまあまあこれは完全に言い訳の一つというか、もう口実の一つなんですけど、まあ座席もあんまり良くなかったよと、まあ、別に近かったからといって行ったかって言われると別に多分行かなかったと思うんですけど、うん、っていうのがあって今回は、スレイブミーティング行きませんでした。はい、なので半端な思いでルナシーを愛しているとか、ルナシー愛は本物だとかいろいろ僕言ってきたと思うんですけど、半端な気持ちではないです。そこはご理解いただけると嬉しいなと思います。で、その上で僕の中でのトークイベント、ステージを降りたルナシーの姿というのは優先度が低かったというお話です。はい、ご理解していただけると非常に嬉しいです。はい、で、あくまで僕はルナシーが全てであり、ステージ上のルナシーが全てで、何よりも優先すべきことはルナシーであるというのは変わりません。はい、一応僕はそういう信念を持って今回の一応行動があったのです。はい、まあ、結局は言い訳にはなってしまうんですが、はい、こういうお話でした。はい、というわけで、まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。